ソンボルは、セルビア北西部、ボイボリナ自治州の都市及び、基礎自治体である。2002年の国勢調査による人口は、ソンボル市外で5万1471人、基礎自治体全域では9万7263人であった。ソンボルは西場中華群の行政的な中心都市である。セルビア語では、ソンボル、ハンガリー語では、ゾンボル、パンノニアルシン語では、 ゾンボル、ドイツ語では、ソンボア、トルコ語ではソンボルと、それぞれの名称で知られている。古いハンガリー語での都市名は、ゾボルセントミハーイであった。名称は14世紀にこの地域を領有していた、ゾボル家に由来するとされる。ゾボルは、スラブ名のジボルからとされる。歴史的な文書には、ソマブア、サムバー、ソンビア、センバー、サンバー、ジバー、ゾンバー等。 いくつかの名称が使用されている。非公式ながら、セルビア名で平坦な街を意味するラバングラードの名称も使われている。街の最初の歴史的な記録は1340年からのことで、16世紀までハンガリー王国の支配下にあった。その後、オスマン帝国の支配下に入ると、ハンガリー系の住民は追われることになった。オスマン時代のソンボルの住民は、 ほとんどがセルビア系の住民が占めていた。オスマン支配時にはソンボルと呼ばれ、セゲディン三尺の風の行政的な中心地であった。旅行家として知られるエブリアチェレビは1665年、ソンボルを訪れ、ソンボルの住民はすべて、ハンガリー人ではなくワラキアのキリスト教徒で何か、特別な場所である。彼らはハンガリーに属しておらず、バチュカやワラキアの一部である。 ほとんどの住民は商人で辺境の開拓者の衣服を着ている。彼らは礼儀正しく勇敢な人々である。と記している。ジェレビによれば、当時のソンボルには200の店と14のモスク、2000の住居があったとされる。1687年より、ソンボルはハプスブルクの支配下に入り軍政国境地帯にも含まれていた。1717 17年。 最初の正教の小学校が開校する。その5年後、カトリックの小学校も開校した。1745年、ソンボルは軍政国境地帯から除外さればチュボドログ軍に編入され1749年には、ソンボルは帝国自由都市の権利を得る。1786年には、軍長都市となる。 1786年の統計によれば人口は11,420人、オリそのほとんどはセルビア人であった。1843年の統計によれば、ソンボルの人口は21,086人でそのうち11,897人は正教に属し、9,082人はカトリックで、ユダヤ教徒が56人、プロテスタントは51人であった。 この当時の町の主要な言語はセルビア語でその次を占めていたのはドイツ語であった。1848年と1849年に、ソンボルはオーストリア帝国内のセルビア人事地による地域であるセルビアボイボディナに属していた。1849年から1860年にかけてはオーストリアからは分離されたセルビアボイボディシップタミシュバナトに属していた。 後に廃止されると再びソンボルはバチボドログ軍の軍都に戻っている。1910年の統計によればソンボルの人口は3593人で11881人がセルビア語、1 7 8人がハンガリー語、6289人はブニエバツ方言、2181人はドイツ語やその他の言語の話者であったとされる。1918年から ソンボルは、後のユーゴスラビア王国となる、スロベニア人、クロアチア人、セルビア人国となる。1918年から1922年にかけては、バチュカ軍の一部で、1922年から1929年にかけては、バチュカオブラスト、1929年から1941年にかけては、ドナウジ地州の一部であった。 1941年には、ス軸ジク国によって占領され、ハンガリーに併合されている。1944年、ユーゴスラビアのパルチザンとソビエトの赤軍は、ソンボールからス軸ジク国の軍を撤退させた。1944年により、ソンボールは新たに、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国、セルビア社会主義共和国のボイボディナ自治州の一部となった。 今日では西は中華軍の軍都となっている。ソンボル自治体のチクチクにより、民族別の割合は異なっている。ソンボルは18世紀と19世紀には有名な、緑豊かな文化の中心であった。最も重要な文化施設は、国立劇場、地域の博物館、現代美術館、ミランコニョビッチ美術館、市販大学、セルビア読書館、グラマースクール等がある。 市販大学は1778年に設立されたセルビアとこの地域では一番古い大学である。ソンボルにはセルビア語で行われた古くからの高等教育機関が存在する。また、セルビア以外の少数民族の文化機関なども組織されている。ありがとうございます。